ふらーっと京菓子を歩いてたら、道端に卵？これでだし巻き卵作ろう。それやったら店でだし巻き食べるわ。本日はここに来るとホッとする大阪の京橋にやってきました。うちもこの道何百回通ったことあるやろう。京阪京橋商店街の南通りに入っていきます。今日行くお店は今年の2月にオープンした水瀬屋京橋店さんです。海鮮からおばんざい、煮込み、揚げ物、幅広く用意されてます。小田のおめがさん、お邪魔します。小田のおめがさん、お邪魔します。信じるか信じないかはあなた次第です。お邪魔します。店内は清潔感があって、女性一人来店も目立つ立ち飲み屋さん。これが新しく出た産業のこだきですね。これは朝から作られるんですか？朝から、はい、毎日。水瀬屋さんでは天然マグロのぶつ切りトロ入り550円が名物なんですけども、今回はレイランラン的1500円ベロで注文しました。今日は一気に食べ飲みしたいと注文しました。YouTube の前年からもうちょっと綺麗な、めちゃくちゃ綺麗な、はい、本日の1500円ビデオセットをしました。酎ハイのプレーンというか各200円と海鮮贅沢納豆380円、だし巻き卵が300円、国産牛のたたきが420円です。皆さんさんは京都駅にもお店がありまして、そちらの方には何回か行ったことあるんですけど、京橋市場が初です。見た目以上に傘があんねん。あ、こう玉ねぎとね、さっぱりでいただけるのがいいですよね。大根おろしとおろしにんにくとネギと、じゃあ贅沢。常連さんのお話が止まらない。もしなら常用とかに載るらしいんですけど、これはステラコンこっぱちゃんのタルトのタンクについて食べられない。意外と食べれる。国産牛のタルト、マジで柔らかい。お隣さんの衝撃を受けてるぐらいうまいとおっしゃってますね。チョビーフですね。濃い色がすごい、はい、これはタレがかかってて、その中で軽く煮込んで揚げてくれてる。で、あの刻みネギとからしですね。で、あとお酒はやっぱ基本的にやっぱこう冷酒がかな。150円ですか？安いよ。こちらは京都店でもよく注文をする海鮮贅沢納豆。今日はビントロと、はい、インドマグロの中トロとヒラメ。ありがとうございます。これ380円。え、マジか。これはわさびじゃなくてからしというところが美味しいですね。納豆って何もつけてなかったらわさびつけてくれる、からしつけてくれる。京都の2店舗はわさびさんです。からしがないから。うちはあの煮込みをしてるから、そのからしをつけるのにあの用意してる。お豆腐な、納豆には下地がついてるので、まずはそのままいただきます。醤油もからしもかけてないんですけど、海鮮の新鮮さが出ておりますね。水瀬屋さんはなんでこんな価格で海鮮だったり国産牛を提供できるんですか？なんとなく、なんとなく。なんとなく。あんまり原価計算してない。なん
なくこの値段がいいかなと。それが人気の施設ですね。まあそんな人気があるのかわからない。トマトの南蛮漬け。メニューにあるんですか。今出てる夏のメニュー。お裾分けいただきました。ありがとうございます。これはあのおいくらで250万円大富豪しか食べられへん皆さん料理ですけどねプラスちょっとだけにしとくかなわさびももちろんあるんですけど油のどうりで美味しいわけか。系列店にはお寿司屋さんもあると聞きましたが、いろんなジャンルの飲食店を展開されてるんですね。まあ、お寿司屋さんでやりたいこともできるし、職人さん偉そうやし、寿司切れるだけでなんか偉そうにこうわーってしてるから。スイーツ串カツ屋さんからスタートされて、そうですね。焼肉屋さん。すごい幅広い。だから寿司屋さんを山科にしたのは、山科のお客さんが寿司屋さんをしてほしいって。あ、ご要望が。もう寿司屋さんをやってくれやってくれって言うから知った。夏バテ解消、食欲増殖、健康体、水分補給忘れずにと。初めて行ったんですけど、京都店とはまた違ったメニューも用意されてて、一品一品時間をかけて作ったあてもたくさん用意されてらっしゃいます。こだわりの料理、そしてリーズナブルなお酒をたくさん用意されてらっしゃる稲瀬屋さん、ぜひ皆様行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。稲瀬屋さんで1500ベロしたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。レイレイちゃん背高いねな意外と大きいはい、お願いします。ありがとうございます。すいません、パッと置いてしまった3つは